ジェローム・キース・ジェームズは、アメリカ合衆国、フロリダ州タンパ出身の元バスケットボール選手。ポジションはセンター。身長216センチメートル、体重127キログラム。フロリダ A&M 大学に3年間在籍した後、1998年の NBA ドラフト2巡目全体36位で、サクラメント・キングスに指名を受け NBA 入り。キングスでは、 ほとんど出場機会を得ることができず、3年目となる2000から01シーズン前に解雇された。ロッカーを整理する際、黒いゴミ袋を渡されたジェームズは、自分がゴミと同じ扱いを受けたと感じた。その後、ユーゴスラビア、フランス、イタリアといったヨーロッパのチームを渡り歩いた。2001年9月にシアトルスーパーソニックスと契約し、NBA に復帰したジェームズは、 出場54試合中40試合で先発し、平均5.3得点、4.1リバウンド、1.5ブロックを挙げた。ソニックスには4シーズン在籍し、コンディションの問題もあり、レギュラーシーズンの成績は低調に終わったが、2005年のプレイオフ1回戦では、古巣のサクラメントキングス相手に、平均17.2得点。 9.4リバウンド2.2ブロックを上げるなど大活躍。キングスを下した試合の終了後には黒いゴミ袋を身にまとい走り回った。オフにフリーエージェントとなったジェームズは2005年8月ニューヨーク・ニックスと長期契約を結んだ。ニックスではセンターのエディ・カリーの控えとして出場するもニューヨークのチームでプレーすることに対する重圧に苦しみ、カリーと共に MSG のファンからブーイングを浴びせられる始末となった。2007から2008シーズンは2試合の出場に止まった上にアキレス剣断裂の重傷を負った。翌シーズンの2009年2月にシカゴブルズに放出され、ブルズでは不出場に終わり、2009から2010シーズン終盤に解雇された。その後はプエルトリコでプレーした。ありがとうございます。